吉瀬さん、夢から現実になる時って誰しもあると思うんですけども夢を現実にした人と夢から目が覚めて現実になる人、どっちがいいですかね。夢ってのはいつか現実に紐づどされるものですけども夢の中で見たものが現実の世界にもある人と夢の中でしか所詮なかった人と。 この2種類に分かれるんじゃないかなと思うんですよ。でも少なくとも夢を見なければどっちもいかないっていうのはどっちもいかないんじゃないかなと思うんですよね。うん。やっぱり自分のことだけではないんですけどもこうなりたいなああなりたいなこんな二十歳こんな三十こんな四十になりたいなこんな五十になりたいなって少しは思い描くと思うんですよね。吉田さんが言われたようにその思い描いた自分になるために今日何をしたかっていうことの連続でしかないんですよね。 で私はどんなことも大半のことは10年かかればうんなんか現実になるんじゃないかなと思うんですよ10年かければねそれに10年以上かかる夢なんてなかなか人は見ないと思うんですよ10年じゃなくてもね例えばなんか大学受験して自分の気に入った大学に入りたいなって人はまあ1年前とかせいぜい3年前ぐらいから受験の準備に入ると思うんですよね だから3年がかりと言ってもいいぐらい身近なもんだと思うんですよ。であとはね就職して、まあ、社会人としてなんか出世したいなとか資格を取って役職あげたいなと思っても別にそれがね10年とか20年かかるものってあんまりなくってとりあえず課長になろうかなとりあえず部長になろうかなみたいなとこだと思うんですよ工場長とかね支店長とか。 もう10年かからずに行くところばっかりだと思うんですよね。でもそうなろうと思わない限り、そうはなれないのではないかなと思うんですよ。漫画じゃないんで。周りの人が勝手に自分の秘めたる才能を見つけてくれて、自分にだけ注目してくれて、まあ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 って感じで支店長の椅子につけてくれますかね。つけてくれないと思うんですよ。うん。そればかりか、なんとなく給料たくさん欲しいな、自由な時間が欲しいな、人に支持されるより人に支持する方がいいなとかね。 人に頭下げるの嫌だなと思ってもじゃあそうなるためのことを今日してるのかって言ったらまあしてないでしょうねきっとね今日したにしても明日からそうなるわけじゃないんでまさにしないでしょうね今日もなりたい自分になるために千分の一を刻む次の日も千分の一を刻む次の日も万分の一を刻むこの積み重ねで3年後5年後にだいたいそうなってきたみたいなところが夢を現実にするってことじゃないかなと思うんですよ 夢を現実にしなければ、現実が夢を覚まさせるんでしょうね、きっと。そのどちらかのような気がします。まあ、今回はね、前回こう覚めるという感じでいただきましたので、覚醒ので。私は覚えると書いて覚めるにしましょうか。いってらっしゃい。